ふむ、原始の世界においてはここまで強力なウンタラーカンタラー、超古代ポケモンがメガ進化でどうのこうの、もう少し調査が必要だな。マジで半端ないってこれかしの話よ。何言ってるか自分でも全然わかんねえ。俺ムロタウンまで何しに来たんだっけ。ああ、もうイライラしてきた。ヤニギレかな、生理かな。おい、ここドラ、ちょっとあれ買ってきてくれ、あれ。え、いや違う、それじゃない。それやると手の震えが止まらなくなるんだよ。いや、何の話。え、それでもない。前にそれのせいで親父の会社の株を全部チャイニーズマフィアに売っ払ったことあるんよ。オイラは記憶にないけどぶっ飛ばされたよね。いや、何の話。え、お前も吸いたいって。ダメダメ、お子様にはまだ早い。お前はおとなしく岩でも食ってろ。よー、お前が大悟か。ん、君たちは。奥さん可愛すぎて嫉妬するぜ。オイラにも子作り協力させろください。大悟違いだと思います。あら、いいもん持ってるじゃないか。一本送れよ。5万な、一本。あ、なんで、なんなんそれ。パセリ。パセリ、パセリジョイント。あー、香ばしい、スモーキー。一人違くね。いや、正しいのか。青のり美味しいかも。この絵面アウトすぎる。ワンチャンバンじゃね、これ。アウトすぎる絵面だ。てめえの面もボッコボコにして年齢制限かけてやろうか。誰もブスなんて言ってな。君たち僕のこと知ってるようだが、一体何なんだい。なんだかんだと聞かれたら、なんだかんだと聞かれたら、なんだかんだと聞かれたら、はい、答えろや。俺はマサラタウンのサトシ。こっちは相棒のピカチュウ。どうも、僕はダイゴ。こっちは相棒のピカチュウ。あいつココドラをピカチュウとか言ったぞ。あんまポケモン詳しくないやろ。キラキラネームかも。ピカチュウってか、毒親確定やな。いいじゃないか、キラキラネームだって。この子のためを思って愛情込めてつけた名前だぞ。ディスられる筋合いなんてないかな。じゃあお前、うんこって名前の子と付き合えるか。うんこ、うんちでもええで。うんこ食います。食うなよ。いや、聞いてねえ。待て待て、そもそもうんこって名前はキラキラネームじゃないだ。キラキラの対極にある存在だろ。うるせえよクソが。僕はうんこではない。じゃあお前か。お前だけだ、僕の味方は。全く通じ合ってない。逆に聞くけど、付き合えるんか、うんこってこと。うんこうんこうるさいんだよ。気持ち悪いな。困惑してるよ僕も。でっけえ声出すなよ。やんのかこれ。うっさ、望むところだ。お仕事だ、行け。よし、行け、ダネシさん。任せろ、バトンタッチ。初陣がボスで草。僕が勝ったら君のうんこを食ってやる。謎の上から目線。食うときは下からさ。やかましい。よくわかんないけど、出番よ。キモ、行け、アチャモ。チャルチャル。相変わらず声量バグってんの。行け、アチャモ、キノコ。アチャモは倒れた。やっぱダメかも。なら今回はこいつで決めるぜ。そーい。サトシはピッピ人形を使った。ボスことだ、それピッピちゃう。ある意味伝説のポケモンや。まだ逃げるピー。うまく逃げ切れた。あいつ、俺って何しに来たんだ。